はい、全サーバー1位です。見たことありますか、皆さん、この数字。高級マンションですよ。一軒家ですよ。はい、どうも、ムジカです。ということで、本日はですね、とんでもない配課金者さんを見つけたんですよ。多分、荒野行動で、一番課金してるんじゃないかっていう人が、多分ね、みんな知らないと思うんですけど、見つかっちゃったんですよ。で、フレンドにもなれて、ディスコも繋げられて、今日一緒にできるってことなんで、ちょっと招待してみたいと思います。取り込むち浜ちゃん、ピチーなんですけど。誘いがすごい。いや、わかるわ。どうもさい、浜ちゃんでーす。まさかこんな開花銀社の浜ちゃんがこのチャンネル出てくれるなんて、本邦初公開です。お願いしま10回以上、10回以上コラボしてるよ。定期コラボなんで。いやいや、足りてなかったよ、最近は浜たんが。ネタなくなったんでしょ。ちゃ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 うよ。欲しがってるんです、みんなが。定期的にね、問いたくなるんですよ。浜ちゃんだな。てか、そろそろ行っていいなって。でもご無沙汰だよね。そうだよ。だってさ、一説によるとなんか目が見えなくなってたって聞いたよ。そうなのよ、片目がね。すごいね、それ知ってるのみんな。知らない。え、言ってよかった。別にもう終わったからね、そのまま引退まで考えたからだって。え、マジで。だからまあ一応ね、配信とかはグループの子でできるようにしてってるんだよね。多分一般目線だと TikTok ライブもしてる、うん、たまにその YouTube ライブもしてるから、うん、動いてるは見えるわけじゃん。だから会社は稼働してるみたいな。でも社長はいないみたいな感じ、ね。そうそう、徐々にね、もういい年なんでね、確かに若い人に受け継ぎたいよね、もう。いや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 、やっぱでも浜ちゃん出ないと。いや、でもね、うちのそれぞれ、各部門。いや、すごいけどさ、みんな。うん、数字も持ってるからね。TikTok 界をさ、牛耳ってるよね。グループとしてさ、まあ、そんなことはないと思うけどね。まとまりとしては一番でかいんじゃない、うん、グループ的にはね、一応、公式さんにもさ、公式グループみたいな感じにしていきましょうよ、ということで、このね、1年頑張ってんだよね。TikTok の公式グループ。荒野行動といえば TikTok でこのグループみたいな。あー、すごいね。うち入ってる子みんなやっぱ運営さんとね、定期契約してるからね、長期契約か。すごいな、さすが乗ってますね。これちゃんと課金もして。まあコンプリートはしてるよね、うん、車だけじゃなくてコンプリートもしてんのか。車だけ、車が最後に出るから結局しちゃうんだけど。結局コンプリートしちゃうってことね。もういいんだけどね、本当にもうしなくていいんだけど。それさ、1年前ぐらいから言ってるか、うん、言ってんだけど、結局できたでしょ。その後炎上ができたらまあちょっと優しいからね、やっちゃえね。前ほら炎上なしだったから。逆にその時期によく続けてたよね。あれ一つの車180万とかだよ。確率バグってるよね。まあ今ね、大ハマりっていうのがなくなったからね、基本。大ハマりの伝説といったらあれでしょう、あれ浜ちゃんの車だっけ。ああ、出なかったやつあるじゃん。永遠か、バグって出なかったやつ。お金55万円返ってきたやつね。どういうバグだったんだっけ。あれは出ないバグ、当たりが入ってなかった。もう確率とかじゃなくて当たりが入ってなかった。じゃあもう誰も当てらんなかったってこと。誰も当てらんない。すごっ。だからもう本当祭りくじですよね。目が見えなくなったのと、それはコロナです。コロナ、コロナって目見えなくなるの。コロナって血糖値をすごい上げる点滴を打たなきゃいけないのね、治療としてね、うん、一時的にさ糖尿病みたいになる。糖尿って目に来るのは必ず。そうなんだ。まあ一般的な糖尿病といったらね、よくおじさまかね、ラーメンやら炭水化物やらね、うん、若者も好きだと思うんですけど、そういうのばっか食べ続けてると大人になったらなっちゃうっていう。ただ今回はもう本当にコロナのその点滴で異常にその血糖値上げるから、後遺症がね。糖尿病ってさ、一般的にはどういう症状なんだっけ。糖尿病っていうのは俺もよく分かってないけど、いろいろ併発するんだっけ。合併症になるとかいう。俺は糖尿病じゃないんだよ。糖尿病にさせられたんでしょ、治療によって。そうそう、その期間ね。でそれが目に来ちゃったっていう。そう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 、目が見えなくなったって。もういきなり寝て起きたら、え、片目見えなくねみたいな。水の中で目開けてる感じ。目ゴシゴシしても治んないでしょ、うん、それはなんか医者の想定の範囲内。結局コロナ自体が誰も医者も経験してないからね、何が起こるか分かんないです。例が何人も出てきてこうやればいいっていうのはもう分かってるみたいだよね。まあじゃあ一応想定の範囲内ではあったな。それで医者も当てられたら困るよね。え、見えないんですか、ね、やばいんですけど。それ本当ね、もう味覚もないしさ。いや目は焦るな、怖くなるよね。もう無理だなと思うよね、いろんなことがね。そうだよね、うん、味覚はね、楽しみが減るっていうところじゃん、どっちかっていうと。紙粘土食ってるみたいよ。何食べてもでしょ、濃いもの食べてもでしょ。そうそう、例えばカレーとか食べるとなんか胡椒とかは分かんだよね、うん、辛いけど味はしないってこと。カレーじゃないね。じゃあ味覚がない世界っていうのはやっぱり地獄ですか。
地獄です。地獄。いやでもその間もちゃんと討伐隊、討伐ガールズ、討伐隊、討伐隊ガールズ、討伐隊 B、 討伐組、討伐 A 組。 A 組、 A 組っていうのはもうね、討伐隊にはなってない研修生だね。 B は、 B はね、ババアちょっと気遣って言えなかったけどさどこが一番人気なの、ガールズ B、A。 いやババアも人気よ。ババア人気なんだ。天然が多いからさ、あしらうのもやっぱ大人ですからね、うん、サービスも得意ですからね。あとはガールでしょ。だってすごいもんね、配信のスパチャが飛んで、うん、あのね、ほんとそれぞれ違うよね。ゲーム性を楽しみに来る配信はもう組とかさ、討伐隊で、ベイとかガールズはガチャ引きたい人が4来るのかな。あ、これだよ。難しいよ、このゲーム。ハマちゃん、課金額おいくらになったんですか今。見る。2782791×2 だね。見たことありますか皆さん、この数字。278万じゃないよ。2780で。×2。5565万5820円ですね。おまけもあるけどね。いやこれ6000いっちゃうじゃん。いかんでしょ、もう課金しないもん。もうしてるじゃん。うん、しないもんだって。5565万ですよ皆さん高級マンションですよ、一軒家ですよ。6年間遊んでるからね。6年間遊んでるから5565万いかないでしょ5000万で買える高級車といえば何ですか。ランボルギーニとかフェラーリも。いやね、皆さんね、このハマちゃんね、5565万、うん、高級車買えるやんっつってるけど、高級車乗ってますから、うん、この上で買ってますから。よく言われるね。よく言われるやつね。釣れてる、買えるじゃん、車買えるじゃん。リアルで金使えよって言ってくる、ね、リアルも充実しとんねん、こっちは。今回初のハマちゃんの倉庫紹介、うん、もう4回目ぐらいじゃない。倉庫紹介っていうのはね、普通自分のコンテンツとして使うんですけど、自分のコンテンツ、この倉庫で数字取ろうとしてるよねおかげでこっちやんなくなっちゃったから、ね、いや取れるんだよ、ハマちゃんの倉庫紹介飲めるんだよな。もう完全コンプリートでしょ、これ電動。電動はそうだね。これ見て、伝説のコレクターレベル201。はい、全サーバー1位です。乗り物全サーバー1位です。537台。マクオさんって人すごいね。そうだね。すごいね。10でいくと、あ、エゴさん。あれエゴイストさんだね。エゴさんやってんな。10すげえな。で、図鑑ね。これは今の。これ、これ、ミツバチ、これ、これなんだ、ジョーカーって何。いや知らん。これ今のだ。これ今ののやつか。この後来るのかな、イベントが。な、ヒガンバナ。ちゃんと回してんだ、ヒガンバナとかも。ジューシー様回したん。車あんだもんだって。ああ、そうだ、車あるね。あ、これもあるね。ああ、あれか。いや、全然わかんないんだ。電動だ、電動。はいはいはい、これね。これはなんだっけ、なんだっけ、パッて出ないよな。オーバーロードじゃないっけ。オーバーロードっていうの、わかんねえ。これがオーバーロードだ。これがオーバーロードだ。これも謎なタイミングで出てきたよね。あー、意味わかんない。挟んできたやつね。これなんか人気、全く意味わかんない。人気かよ、これ。これなんか人気じゃない。車に角とかつけちゃダメでしょ、でも。これなんだ、いよいよ。よくわかんないよ、もうこういうのは、ね。車にイルカとかつけてさ、売り出しちゃダメよ。初期のフェラーリにさ。もういじり散らかされてますね。これは天下コラボかな。第2弾か。いや、ちゃんとやってんな。何これ。これ有名なハリウッド映画に。ハリウッド映画の立ちこま。これだって車ないのよ、引いた。これは、そうだね。車じゃないけど、これ車だよ。ああ、どれか車だよ。どれか車なんだよね。喋る車。じゃあ、こっちだ、車。俺だ、車。ああ、これか。ついでにコンプリートしたって感じか。そうだね。車あるんだよ、車。コンプリートしてんな。ほんとに。あるな。ちっちゃいのあるな。これ乗り物3つだ。はいはいはい。これコンプリートすると基本もう動画撮ってんの、全部。いや、撮ってない、最近も。撮ってないの？だって伸びないもん。だってさ、意味ないのも編集してさ、上げてさ、本当に。完全再生とか、うん、いいやと思って、そんなの。じゃあオフで弾いてるってこと？オフで弾いてるか短縮してちょっと動画。ああ、なるほどね。なんだよね、最近。なんだよこれ、あったな、確かに。これはログイン系でしょ。ログイン系は撮ってないね。だからガチャ出てないものはもう撮らない、ね、という感じです。いや、なんとなく覚えてますね、見たら。見たで、もういいよね。そんなハマちゃんの一番のお気に入りの車は。車ね、変わった、もしかして。やっぱ電動の鍵強いのになっちゃう、ね、ああ、そっかそっか、鍵ね。やっぱ永遠俺のために作ってくれたから永遠って言いたいとこだけど、うん、やっぱ結局は鍵一番強いのになっちゃう、電動になっちゃうね乗れないの頭くるもん。ガチ勢じゃん。通常でもさ、頭くるじゃん、自分の鍵で乗れないの日本一なのにね。なんかあれ前さ、ハマちゃんが言ってたじゃん、キーランクを自分が持ってる車の中で最大に設定しつつ、うん、好きな車に衣装だけチェンジできるって機能、うん、ね、一瞬なったのよ。え、なったの？一瞬通ったのよ、それがね。え、たらさ、要は必死にさ、死ぬ思いで電動取ったやつとかから苦情が多すぎて、
ったらね、この水の電動なんか買ってねえよとか、鍵だけで買ってんだよこっちはみたいな、もうね暴動が起きちゃって、一瞬で銀杏が芋引いたね。あ、そんな実装されたんだ。考え直しますって発表したのよ。もうこうなりますって、自分が一番持ってる一番強い鍵優先で好きな車乗れるっつったら、じゃあそれは見えてる人はどうなるんだって。例えば電動の一番強い鍵で初級フェラーリ乗ってたら、あ、フェラーリだから乗れると思って行ったら、うん、鍵が強いのはないだろうみたいなで暴動が起きて、混乱はするかもね。結局身内が強いの乗っても変わらないみたいな選択式になったっていう最後のうちだよね。じゃあ銃は、銃は何にしてんの。銃はね、やっぱ電動ですよ音が出るもん。音が出るけど、まあ M4 だけね電動にしてない。やっぱ前期待機にしてんね。これだけはね思い入れが違いますから。うん、思い入れっていうか少ないじゃん使って人がね。で、まあ唯一グレランがつく、はい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 、 M4 でね。やっぱこの電動のね AWM はいいよね。いかついね。次もう一回来たらみんな取った方がいい。初めて電動取ったんでしょ。あ、そうそうそう、二丁拳銃、その一番上のやつ、そのデュアル二丁拳銃か使ってますよ。だからこれはこれだけ初電動。車持ってないの電動。これしか持ってない。えこんなに支援チャンネルなのに支援チャンネル、人に支援してきて自分支援されてないんだ。支援されてない。例えば支援してもらっても、その支援してもらったのに報えるぐらいプレイしないからさ。そこだよね。そうそう、申し訳ないよね、うん、どうなんすか浜ちゃん、これから荒野行動とどう付き合っていくんですか。荒野行動はね、もう本当運営さんと、運営さんも今ちょっと正直危機って言ったらおかしいけど、いろんな壁にぶつかってて、どうしようか、どう盛り上げようかって言って、で一昨年ぐらいにすっごい深く話した時に、やっぱ TikTok でとりあえず荒野行動をなんとかしようってことになって、 TikTok の長期契約一気に、うん、ちょっと待って、そんなゴリゴリ内部に食い込んでんの浜ちゃんって。今ネットイースの銀南さんとよくそういうミーティングは、長男は、長男さんはね、相談受ければこういうのどう思いますかって言えば返答はする。銀南さんも退社してんのか。退社してる。なんかどっかにいるよね。部門変わったんじゃないか。どっかネットイースにはいるよね。あ、そうなんだ。あ、いないのかな。中の人と打ち合わせしてんだね。今してない、そんなに。あの時は本当にもう選手とか大会でなんとかやってたでしょ。プロに給料、プロっつったってさ、荒野行動が、荒野行動やってる人に給料払ってるだけなのね。最高だけど、ね、いろんな大会で稼ぐものじゃん。荒野行動ってこういう運営から給料が出てるから、プロ選手にね、うん、何がプロなのっていう、荒野行動が認めたっていうだけでしょっていう。何してんのその給料もらってる人たちは。荒野行動いっぱいしてるってことでね最高やん。いやでもノルマも結構厳しいよ。1日8時間ぐらいやんなきゃいけないんだよね。大体ポイントがあるから。でほら、あんまりやってこないと今度プロが増えすぎちゃって一回削ったでしょこの間。そりゃそうだ、だってプロの給料だけで2500万だよ一チーム。え、そんな出てんの。そうよ、一チームよ。だから12チームあったわけでしょ。10チームで2億5000万でしょ。はあ。プラス大会の要は賞金だの会場だの、はいはい、要は4億5億だよね。4億5億それにお金使ってて、じゃあ理にかなってんのかって。かなってないよ今。いや、そんだらったら YouTuber の給料上げてほしいよね。こういう間違っちゃってね、大会がなきゃとっくに終わってるわけじゃない。ツイッターでそのゲリラだなんだっつってさ、荒野行動が終わんなかった理由ではあって、プロの戦いを見たいっていうので同説もあって、もうそこだけに力入れちゃったよねやっぱね、うん、チャンピオンシップはでもすごかったもんね。今だってさ、賞金も減ってるんでしょ。チャンピオンシップとか賞金なんてもう本当にもう10分の1ぐらいになっちゃったんじゃないの。大げさな話ね。1人何千万の時代だったからね、震えてたからねみんなね。どうなっていくんですかね。まあ今 TikTok の公認実況者なんてみんな言ってるけど、公認でもなんでもただの広告塔なんだけど、2ヶ月とか3ヶ月とか人によってまあ違うんだろうけど、まあ、そこら辺にお金払って荒野行動をやらしてるわけですよ。ちょっとやり方間違えてるよね。だからさ、極端なんですよ。荒野行動は配信してる人に給料上げればいいと思っちゃってるから。 YouTube 理論ですね、うん、そうじゃない。何も盛り上げるんだ。まあ言ったってね、利益は変わってないんですよ荒野行動って。すごいよね、うん、人が減ってあれしてるけど、要はネットイースに入る売り上げってそんなに変わってないから、まあ持続は絶対できんだよね。金余ってるぐらいだよね。4年でもやれるけど、まあ古い人間が飽きたってさ、やっぱ新しい人間入ってくるようにしとけばいいんだ。そうだね、新しい人がもっと入りやすいなんかね考えた方がいいよね。そんなのばらまくぐらいだったらさ、もう本当にさ金券ばらまいた方がいいよ。ピーク戦とかで優勝したら もっとまいてさ、ガチャ回せるぐらい金券10連分とか通常でもばらまけばみんなやるじゃん。バインド金券が良かったか分かんないけど、うん、その辺のねあれができてから、うん、結構やる人増えた気がする。バインドで唯一ね電動引けないとこも俺ありだと思うんだよね。それもね、電動式は課金しなさいよってことで、あとはもうバインドね、もうほんと通常でキャリーしたらもうもらえるぐらいな、いいじゃんちょっとでも。でもしたらみんなやるじゃん、ガチャ引きたいんだもん。やるね、うん、現金ばらまくわけじゃないんだからさ、ね、売り上げ落ちるとかいう場合じゃない。もともと回さないやつらが手に入るだけなんだから、売り上げ落ちるなんて考え、どっかに捨てた方がいい。回すやつは別にお金かけて回すんだ。ということで荒野行動の未来は明るいと、そういうことでよろしいですかね。まだね、まだ明るいですよ。いいところ
頃はもういいんですよ。ガチャもいいし、家計もセルランも1位も取ってるし、そのいろいろ車もあるし、衣装も可愛いし、男も女もいろんな世代いるじゃないですか。そんなゲームってないじゃん。だからそういうのがいいって上での、まあ、より良くなるためにはこういうのがあったらいいかなみたいな。やっぱエンジョイ勢の方がさ、うん、多いわけじゃん。だからそこ楽しめさせるにはやっぱりその金券的な要素がやっぱ楽だよね、うん、楽っていうか早いし、うん、みんな望んでるよね、うん、あとコラボもうちょい頑張ってほしいよね。確かにワンピースとか頑張ったんだろうけどさ、あコラボなんかドラゴンボールとかできそうだけどね。できるでしょ。でもあっちのねやっちゃったからプライドが許さないかもしれないけどさだって完全伏線みたいな出てたじゃん。なんかさシェンロンみたいな、なんちゃってシェンロンとか出してきたけどさなんであのタイミングでなかったんだろうね、うん、完全来る流れだったよね。こういうコードって女の人多いじゃない。やっぱね女の人のコラボも少ないわけじゃん。セーラームーンとかやってみ、やばいことになるよ。あすごそうだね。なるほどですね。じゃあその辺のコラボも期待ということで、うん、長男さんと話してみます。あぜひお願いします。最後じゃあ無課金キッズに向けて一言お願いしてもよろしいですか。課金したかったら配信おいで。いらっしゃい。ということでじゃあまたよろしくお願いいたします。はい、また定期的に呼ばれるんですねちょっとまたマネオトラもよろしくお願いします。マネオトラやりましょう、ね、じゃあまたよろしくお願いします。はい、また、はい。